はい、こんばんは、島津です。本日もね、Your Toy、君のおもちゃの続きやっていきたいと思います。前回ね、トイレからちょうど脱出したところで終わりました。では、そこからやっていきましょう。果たしてトイレの先には何が待っているんでしょうか。ね、おそらくちぎれ熊はまた出てくるでしょう。あ、嘘。まず最初から。鍵を使ってないだけだ。はい、これで。向こうの世界ですね。で、回収して、組み合わせておきましょうか。あれ、どれだ？組み合わせんの。これか。あれ？組み合ってる。組み合ってますね。多分。だね。はい、それじゃあね、この先に行きましょう。洞窟になってますね。ボールが飛んできた。どこ行った？結構奥まで行くな。ちょっと待て。これ拾うんじゃないの？ああ、拾うんだね。なんでこれ？ああ、ボールは関係なさそうですね。取れんかったわ。多分。ちょっと先に進めなかったら、ボールまた取りに戻りましょうか。で、これはライトですね。後ろから来た？記憶の階層。結構ダッシュしてきてるし。クマちゃん！めっちゃ速っ。いてててててて、ダメージ食らってる。あ、動けんくなんだ。やばい。食われた。しまった。ミスった。こうだ。丸。三角。クマ、ああ、倒す、一時的に倒すんだね、一時的に。死んだかと思った、クマちゃんが。じゃあ、行くよ。あ、行くよじゃねえわ。ああ、行ける。よしよしよし。逃げよ逃げよ逃げよ。叫んでますよ。死んだかと思った、今、クマちゃん。ねえ。OK。まあ、あれ、回避したってことなんですね。まだかな。クマちゃん、追ってきてる？見えなくなった。そこまで足は速くないみたいですね。笑い声聞こえたぞ。あ、こっちね。どっちだろう。右、左。とりあえず右に進もうか。特に変化ないね。あれ、これ一周してきてない？一周してきたかもね。どうだろう。また追ってきてた。あ、ここ？あそこになんかありそうだね。びっくりした。ね、ちゃんととことこ歩きながら追ってきてたんですね。びっくらこいたわ。こっちで合ってんのかな？ちょっとわかんねえな。完全にもう迷子ですよ。マジ今びっくりした。はらら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 。あれ？クマちゃんさ、これワープしてない。ちょっと追ってこないでよ。落ち着いて進めないでしょ。消えた。消えたけど、まあ、いるんでしょうね、近くに。光が差し込んでたところ調べるんじゃないですかね。多分だけど。ここ。調べられない？調べられないね。ハンマーで殴るとかじゃないかな。違うな。やばい、どこ行けばいいんだろう。方向音痴。そわ、ああ、ワープしてきた。そわ、そうなるわ。こんだけ。ね。入り組んでる、プラスクマちゃんに追われたら。迷子にもなりますわ。あ、戻ってきちゃった。
絶対あの光の場所だよね。ハンマーで割るんじゃないのかな。どうすんだよ。なんかスイッチとかないの？あ、待って待って、アイテムを使うって出てきた。だからこうちゃんと接触判定をねしっかりしてほしいよね。アイテムを使う。何？ドライバー？いや、ハンマーかな。ハンマーで割るのかなこれ。あ、いけた。なるほど、光を全部消すんだ。うん、いけ。いやー、ちゃんと覗いてよかった。もう覗かなくてもちゃんとね、あのここでアイテム使うよって表示があればいいんだけどね。ここは不親切だよね。割っていくんだこれ。オッケー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 、謎解けた。どんどん割ってけ、どんどん割ってけ。ほら、オッケー。あと一つか二つだろう。赤いランプがこの先に確かあったはず。グッドラック、幸運を。何、どういうこと？割っちゃいけなかったやつ？まさかバッドエンディング、バッドエンディングになるのかな。どうだ。はい、どまだ変化なし。はっ、なんかある、切れ端が。取れない？いや取れるよね。あれ、バグってんのかな。あ、取れた。接触判定しっかりして。日記ありましたよ、切れ端。日記見たいんだけどね、クマちゃんが襲ってくるから。開かないのここ。絶対ここだって。開かないわ。嘘。あった、絶対ハンマーだって。どう、あ、ほらほらほら、当たり判定しっかりしてって。マジでどこどこどこ、当たり判定これ。え、どこ当たり判定、どこ今出たよね。え、ここまで来ないと使えないの。もうだから当たり判定しっかりしてって。本当に時間めっちゃ食ったよ。ここや、おらよ。あと1回。はい、あれ、クマちゃん来なくなったね。おもちゃがあるね。おもちゃ？うん、おもちゃだね。はい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 。恐竜がいますね。で、これ機関車かな？機関車じゃないな、トラクターですね。トラクターとか、いろいろあります。扉があった。おおお、大丈夫？あ、日記ありました。これも今読んでも大丈夫じゃないかね。オルゴールが好き、音楽が好き、はい。どうしてクマが歩けるのかわからないから頭をハサミで切ってみた。そしたら腹綿が出てきてクマが気持ち悪い、もういらない。あ、歩くクマだったんだね。あ、だね、確かに後ろにゼンマイがあったからね。うん、でクマが歩くのが不思議だったから解体してみたってことだね。うん、ハサミで切って。だけど綿が出てきたから、あ、もう気持ち悪いからいらないっていう方になったんだ。うん、好奇心がもうなくなったんだね。うん、綿を見て最初はどうやって歩くのかが不思議で解体したんだけど、クマが怒るよ、新しいのは買ってあげないと言われた。お母さんがクマの頭をくっつけた。あ、だから縫い目があるんだ。うん、ね、クマが怒るよってお母さんはね、あの子供をね叱ってますね。うん、物を大切にしないで捨てるのは良くないと。はい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 。6月4日、クマは治ったけどやっぱり気持ち悪い。池に投げ込んだり燃やしたりしても反応がない。はあ、そんなことしたの。壊れたんじゃないかね、そのゼンマイのところも。反応がないっていうのはその動かないっていうことを指してんのかね。それだったらなんかそういった無茶なことを投げたりとかしてたから壊れたんじゃないですかね。それで駆動部分が。いやー、子供っていうのはね残酷ですからね、時には。うん、素直なんだけど時には残酷なことをしますからね。はいはいはい、もうこれ以上いけ、あ、ここの鍵じゃない、違う、でもこっちはいけないね。で、はい、子供の声がね鳴りやみました。ってことは、ん、外に出たらなんか起きるんじゃないか。いや、また子供の声が聞こえてきた。あー、クマちゃん動き始めたね。
あそこまで入ってくるかな。あそこが聖域になってれば、ちょっとじっくり調べられるんだけど。ここまでクマちゃん入ってこないことを祈ろうか。なんかあるか？他に。と、周りを見た方がいいかもしれないですね。これは。この恐竜が怪しいんだよな。どう？ええー、来た。これ聖域じゃないのかな？どうだ？あ、聖域だ。よかったよかった。熊がスルーしてくれた。いや、かれこれ、1時間近く、かかってんだけど、全然こんなことしてもね、反応がないです。鍵だよね。鍵代わりそんなとこってどこある？今ここ全部しらみつぶし、こう、なんつうのか、炭とか探したんだけど、なんもないのよ。で、そうね。ちょっとライトの近く行ってみようか。あんさ、割ったじゃないですか。で、なんか、物落ちてんじゃないかなって思って。ありえるよね。ちょっと、待ってよ。いや、もうそれしか思いつかないんだよね。このゲームだったらそれありえそうなんだよ。通常だとありえなさそうなんだけど。ね。えぐい、なんか、仕様になってるから。いやー、ないな。赤いところ行こうか。赤いところ怪しいよね。赤くライトが光ってたところ。あ、それか。それか、あれだ。ええー、待って、食らっちゃった。もう、待って、急げ、急げ。ダメだ。あー、溶けないわ。これ一回食らったら、捕まんなくてもよかった。それか、グッドラックって出てきたところ。あそこになんかありそうだね。鍵があるとしたら。赤のところか、グッドラックのところ。まあ、正直、どこだったかもう忘れたんだけど。赤いところも、グッドラックのところも。いやー、ちょっとしんどいな、ほんと。あ、グッドラック、ここら辺だったね。ここら辺だったな。でも、ないしな。グッドラックじゃなかったみたい。よし、聖域に一旦逃げよう。この熊がいるせいで、まともに調べられないわ、ほんとに。あっち行け。ここは俺の聖域だ。おるやんけ。おるやんけ。あった！ほら！ここだったんだ。ここだったかな？今のところがグッドラックが表示されたとこだったかね。てっきり、こっち側の方でグッドラック出たと思ったんだけど。もう、マジえぐいって。ていうか、鍵見えた？みんな。ライトの中に鍵入ってた。自分はちょっともう焦ってて、ズームして丸ボタン連打してたから気づかんかったんだけど。いや、もうほんとね、これエグいと思うぜ。鬼畜や、鬼畜。じゃあ行こうか。はぁ、やったー。1時間半ぐらいかかってますね。ちょっと待って、ルイージマンションも今やってるのにさ、もうこっちで時間あんま食いたくねえんだよな。正直なところ。遊び場ですね。で、これ逆さだ。逆さになってる。で、これ、あ、オルゴール来た。はい、じゃあこれに組み合わせてみましょうか。来てないよね。何の音？ボールか。いや、なんかノックしてる音が聞こえる。音楽が流せるようだ。よし、来た。何何何？何の音？ボールだよね。ボールがなんか、ポンポンバウンドしてる音だよね。ライトをつけてくださいみたいな感じで出てるけど。これ？違う、つかない。あ、怖い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 。怖い怖い怖い。開いた！突き破ってきちゃった。
ちょ、落ち着いて。ねえ、落ち着こう。落ち着こう、落ち着こう。出れない。怖い。怖い、そのズームは。ちょっと待って、ガチでわからん。ガチでわからん。ライト、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 ライト。もう一回これ捕まろう。相手捕まる。は？ああ、よかった。は？食べられちゃった。あ、今回食べられちゃった。今回ワンパンでした。ゲームオーバー？は？嘘？最初からとかなしだよ。ちょっと待って、オルゴールつける前に、周りを探索しよう。うん。何が使えて何が使えないかっていうのをね。いや、来たわ。じゃあでも、セット しよう。これ使うんじゃない？オルゴール。ほら。いい声。ああ、懐かしい。子供の頃寝るときにはよくこれを聞いた。は？どっか開いたよ。どっか開いたね。こっち？あ、消えた熊が。熊さん消えましたよ。鳴りやんだら来るんじゃない？熊また。そしたらまた鳴らせばいいけど。よかった、熊来なかった。ライトをつけろっていうのが気になるよね。ライトをつけろっていうマークが。ライトをつけたら向こうに行けでしょ。これ使えんじゃないの？開かないの？これこそまたマイナスドライバーで開けるんじゃないの？違う。無理っぽい。ちょっとね、調べても何も出てこないんで、外になんか発生してるんじゃない？トイレとかに。ちょっと一回見回りしてきますわ。見回りしてくれば、なんかあるかもしれない。熊いないね。いたわ。こいつ張ってるな、ずっと。早くあの人出てこないかなって、食べたいのに。オルゴール流せばいいんじゃない？はい。あいつ来ないだろ、オルゴール流してれば。いや、オルゴール流してても来るな。やばい。あれ、消えた？クマ消えたか？もしかして。あれ、ここに戻ってくるな。あれ？あのさ、変わってる？道。道っつうか、洞窟。変形してない？どうやろう？ほら。え？洞窟変形してる気がする。もうトイレの方向行けないよ、これ。そうだね。変形してますね。必死にトイレの方向かおうと思ったけど。入り口塞がってますよ。あ、なんかある、なんかある、なんかある。ボタンあった、ボタンあった、ボタンあった。ほら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 。オン。あれ？あ、しまった。オフにしちゃった、オフにしちゃった。やった、ボタン発見した。よかったよかった。やっぱね、どっかになんかあるって思ったけど、ありましたね、本当に。はい？はい、オンにした。これで、いけるはず。うわぁ。スイッチオンにしろってそういう意味だったのかな？床に書いてあったやつ。よーし、正常に戻りましたね。うん。OK。幼年期。
これは私の子供の頃の部屋だ。うん。扇風機あるね。これ懐かしいね。うん。懐かしいっつうか、まあ今でも普通に使われてるけど。送風機だよね。うん。こういったの送風機って呼んでたよね。読んでた。まあ今でも読んでますけど。あ、いた。あ、なになになに。窓を叩けば誰か気づくかも。窓叩く？ほい。ダメ？ハンマー、ハンマー。こんな時こそハンマーやろ。叩き割っちゃれ、叩き割っちゃれ。割れない。割れないな。引き出し。やった！パズルのピース手に入れましたね。ちょっと、あれだな。下は調べられないんだ。他。無理。あ、来た。絵の最後の一つ、一枚？ちょっと待って。こうで、こう。揃いましたね、ちゃんと。ああ、熊の絵描いてたんだ。自分と。なにこれ？は？あった、ピースゲット。まだ結構あるよね。パズルのピース。日記発見。読もう。熊は治ったけど。はい。池に投げ込んだり燃やしても反応がない。お母さん、嘘ばっかり。怒ったから、熊を捨てた。やっぱ捨てたんだ、最終的にね。いやー。ひどいことをするね、本当に。あ、なになになに？積み木が崩れた音がしたけど。どっかあったっけ？積み木なんて。え？ああ、足元か。あった。まだ足りないよね。なんもできない。確認選ぶ。2、3、4。まあ、違うよな。わかってるよ。洗車は調べられん。これちょっと、ああ、まだ使えないか。あったあったあった。どこあったかい？ どこあったかい？あ、かわいいワンちゃんだね。柴犬ですかね。柴犬っぽいね。おお、あったあったあった、ピース。もうちょっとだな。もうちょっとで全部集まりそうですね。ロボットは意味なし。へっ！戦闘ハンマーありますよ。シティハンターだ、シティハンター。あれかな、香りに憧れてたんですかね、この主人公は。 戦闘ハンマー初めて見たな、ゲームの中で。それかこの制作者の人がシティハンター大好きなのか。 いやー、面白いの見れた。ない。ここは？あったあったあった、ピースピース発見。まだ揃わないか。スマイルか。日記発見。もうすぐお引っ越し。引っ越したんだね。熊を捨ててから引っ越したんだ。で、遠くに行ったから熊が寂しがって、まあ、恨み、つらみ、プラス悲しみもあって、ここに呼び寄せたんですかね。どうだろう。まだ使えない。足りないか。終わった。バンバン揃うな、ここに来て。いける？いけない。あ、電話を選べた。あ、74、なんて書いてある？742。最後は読めないね。ちょっと待って。742、これちょっと打ってみようか。742ね。はい。
多分ここのあれだと思う。ちょっと待って。違う違う違う、間違えた。待って。7423かな？違う。7421。ちょっとしらみつぶしになって言おうか。7422。あー違うな。あそこの番号かと思ったんだけどね。7じゃないな。142か。142なんだろう。142でいこうか。違った。まあ、ここの番号はちょっと置いといて。あれあれあれ。あれメモどこやったっけ？これ多分あの電話番号だよ。この前、あ、この前ですか、トイレットペーパーに書かれてた電話番号、ここで多分入力するんだと思います。確認。あれ？あ、はいはい、上下ね。5、6、1、4、5、6、シャープ12、よいしょ、多分つながるはず。2、どう？来た。20時15分。20時15分。待って、2015。は？は、鍵が20時15分っつったよね。で、電気幕がついてる。は？え、20時15分だったかね。開いた。あれ？あー、こっちのイベントが発生しないと開けられんかったんだね。まったく困ったもんだ。やった。電源タップを手に入れたね。で、アイテムを使う。これだろ？ OK。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。